アズライト。はい、それじゃあ黒板の表示に従ってそれぞれの班の席に移動してください。
あんたも三班なの？こいつか。割と当たりの班だと思ったのに。こいつは外れだ。地味だし暗いし、何を考えてるのかわからないし。っていうか名前なんだっけ？おお、お前も三班か。1年間よろしくな。誰だっけこの人、名前が出てこない。あお前名前なんだっけ？聞いちゃった。北上は正直だな。北上、お前な、同じクラスになって一月だぞ。名前覚えてないとかヤバすぎるだろう。かくいう自分も覚えてないんだけど、話したことないし。立花くんよね。よろしくね。大鳥、よく覚えてたな。立花、立花っと。よし、多分もう大丈夫だ。忘れない。ああ、そうだった。立花だ。悪いな。俺、頭良くないんだよ。そんな頭とか関係ないでしょ。人の名前と顔なんて必要に応じて覚えりゃいいのよ。興味ないものを覚えるのって無駄だしね。まだ1ヶ月よ。覚えてなくても無理はないわ。だからどうかしら、この機会に改めて一人ずつ自己紹介しましょうよ。ああ、賛成。正直助かる。俺ほとんどわかんねえ。それはさすがにひどいんじゃないの？まったく。じゃあ
私からでいい？私は風間夏希。委員は無所属、部活は水泳部。体を動かすことなら基本何でも好き。いかにも水泳部って感じ。日焼けしてるし、スタイルいい。正直好み。もう夏服なんだな。寒くないのかな。こいつたまにうるさいからちょっと苦手。水泳部に入ってくれてよかった。水着干しとはいえ、あんな父が拝めるなんて。バスケとテニスも好きなんだけど、部活に入った以上は泳ぐのに集中するつもり。せっかく大会に強い学校に入ったんだしね。だから半合宿の課題は研究とかより体を動かす系の方が嬉しいなって。半合宿の課題って何のことだっけ。あんた本当に何も聞いてないのね。それを決めるために集まったようなもんでしょうが。北上は意外とポンコツなんだな。まあこういうバカなところも可愛いけど。今決められたこの行動班はこれから1年いろんなことを共にしていくメンバーだけど、その最初の活動が今月末の半合宿ね。いくつか用意されたコースの中でどこに行きたいか、そこでこなす班独自の課題を何にするか、なるべく早く希望を提出しなければならないの。ああ、それ俺知ってるわ。そりゃさっき先生が言ってたからね。しょうがないんだから、よーいちったらちょっとはしっかりしてよ。悪い悪い。なんだこいつら、ギャルゲーか。そんなわけであんまり面倒なことは任せないでほしいわ。苦手だし暇じゃないし向いてないのよね。それじゃあ私はこんなもんで、次は時計回りにする。あの黒月、聞こえてる？私？なんだこいつ、見るからに不思議ちゃんって感じ。さっきからどこ眺めてたんだろう。何も見えないけど何かいるみたいで怖い。
そうよ、あんたよ。普通に自己紹介してよね。普通に。それって、あ、自己紹介すればいいんだね。黒月さあやです。今のところ帰宅部、帰宅するの好きなんだ。だって学校ってさ、多いでしょ、良くないものが。特にここはひどいよ。入学してからもうタリスマンが3つも砕けてしまったの。何あんた、やっぱ見える人ってやつなの？え？違うよ。私が見える人なんじゃなくて、みんなが見えない人なんだよ。例なんているわけないでしょ、バカバカしい。矛盾ばっかりで非科学的だわ。ああ、それよく言われるんだけど、メガネかけてない人に言われたのは初めて。ナッキーもかければいいのに。ナッキー？変なあだ名で呼ばないで。話は通じないし、イライラする。ああ、鬱陶しい。非科学的って、科学は何かも知らないくせに。食べ過ぎちゃってお腹壊したんだもの。ああ、腹冷やすのは良くないぞ。あたしじゃなくて例のせいだよ、俊平。俊平、俺、俊太なんですけど。症状はないわ。誰かぬいぐるみに突っ込んでくれ。本当に見えるのか、そのレイとかそういうやつだとしたら興味深い。不思議ちゃんって思えば思え、その方が楽なんだから。
次行きましょう。次。大鳥百合子です。図書委員に興味があったんだけど、部活との掛け持ちが厳しそうだから諦めて、無所属よ。部活は演劇部に入ったの。昔から舞台が好きで、やってみたくて。1年間よろしくね。やっぱり美人だ。同じ班になれるなんてラッキー。ちょっと緊張するけど、これだけ綺麗だと嫉妬する気持ちも起こらない。本当に綺麗だ。演劇部か。将来は女優志望なんだろうか。本当になりそう。きっと演劇部ではいい役もらえるんだろうな。お姫様とか絶対見に行こう。噛んだよね。そうなんだ。おばあさんと二人、両親に不幸があったんだろうか。ああ、家庭が不幸だから、いつも暗い顔してるのかな。気の毒に。突っ伏して寝てばかりで、なんだか机に寄生してるヤドカリみたいだと思ってたけど、毎日フルで家事とかしてるなら、そりゃ疲れるよね。なんか若々しさがないと思ったら、そういう環境なのか。家計を支えるために新聞配ったりしてそう。大変だな。なんで急におばあさんの体調のことを。不幸じゃないですアピール。
ああ。今度は何？花粉症？もう5月だよ。この人、自分以上に不思議ちゃんじゃないか。変なやつ。なんだ今の。さっぱりわからない流れだった。なるほど。一時期死んだようになってたのは花粉症のせいだったのか。よっぽどひどかったんだな。ちょっと不器用だけど、まあ悪いやつじゃなさそうだな。花粉症はそりゃかわいそうだけど、だからといってあれはない。次俺か。花粉症ってなったことないんだよな。お袋とかびっくりするほど鼻水出て大変そうだ。それはともかく、俺は北上陽一、委員は無所属で部活は野球部。ピッチャー希望だけど、まあ1年じゃレギュラー難しいよな。今んとこ玉拾いと基礎練と千本ノックばっかで、早く試合がしたいよ。試合が。千本ノックって本当に千本やるのかしら。いや数えてないし、ノックしてる先輩が飽きるか疲れるか待てだな。こっちがギブアップしてもまだギブじゃないって、なんか先輩が俺の限界決めるし。やっぱり魔球とか投げるの？消えるのとか増えるのとか落ちるのとか曲がるのとか。俺もそれに憧れて野球始めたんだけどよ、向いてないらしいんだわ。たまにアドリブで投げるんだけど、すっげー暴投になる。ストレートで勝負しろって怒られる。ボールの縫い目がどうとか手首のスナップがどうとかじゃなくて、魔法使えばいいんじゃない？魔法か。俺童貞じゃないからな。俺に喧嘩売ってんのかこの野郎。まあ北上はモテるだろう。仕方ない。経験済みなんだ。ショック。でも童貞の方がショックかも。こんな真昼間から罪のない顔をしてこの発言、北上らしいけど。童貞、魔法と何の関係が？
もう何言ってんのよ、こんな昼間から。そういやさ、北上陽一って北に太陽の陽で暑いんだか寒いんだかって名前だよな。そうそう、親が冷たい名字が暖かくなるようにってつけたんだぞ。俺もほら、高永俊太で永遠の永と瞬間の瞬があるじゃん、長いんだか短いんだかって名前だなって。ん？おお、ほんとだ、面白いとこ気づくわね、あんた。そう考えたら覚えやすくていい名前ね、二人とも。いいなあ、私もそういう矛盾した名前が良かったな。名前に白が入ってたらお仲間だったんだけどな。俺の場合、親は何も気づかないままつけたらしいけどな。おじいちゃんから一文字取る形で。まあ流れで自己紹介したからこのまま行っちまうけど、まあそんなわけで俺は高永俊太、よろしく。所属委員会はなし、部活は迷い中ね。まだ迷ってんのか、もう5月だぞ。悩ましいんだよ、3年間やってきたサッカー部に入るか、最近興味が湧いてきた美術部に入るか。今までやってきたんならサッカー続ければいいのに。飽きたとか？いやうん、秋田とは違うんだけどさ。サッカー部に入っただけじゃモテないって分かったからな。どうせモテないなら興味があることやりたい。ま、よく考えてみるよ。もう一月経っちまったし、早いとこ決めないとな。んで、俺で一回りしたから、これで全員か。6人の班なんだな。そうみたいね。なかなか面白いメンバーだ。女子のレベル高い。ありがとう神様。当たりに外れにどうでもいいの1、50点。面倒いのと一緒になったけど、何事もなく乗り切れればいいや。それで6人班は7人の班に比べてそれだけ一人一人の負担が重い。しっかりしなくては。
ええ、そうよ。もしかして雪本さん、三班の7人目？各班にプリントを配っていたので、遅れてごめんなさい。よろしく。風間に大鳥、その上雪本まで、黒月も、顔だけ見ればまあまあ、女子の顔面偏差値高すぎるだろ、この班。学級委員長ってことはきっと頭いいんだろう。いろいろやってもらえそうでラッキー。あまり話したことないんだけど、どうやって打ち解ければいいんだろう。なんでか。すごく緊張する。自分はこの人苦手だ。アンドロイドみたい。ここにいるメンバーはみんな自己紹介し合ったんだけど、もう一度した方がいいかしら。いいえ、大丈夫。名前は覚えてるから。大鳥さん、風間さん、黒月さん、北上くん、高永くん。立花くん、自分のこと覚えてたのか。なんだか意外。周りの人間に興味を持たない人だと思ってた。委員長だから頑張って一人一人の名前を覚えたのかな。それで最後になってしまって申し訳ないけれど、これが三班用のプリント。メンバーの名前と班合宿の行き先や課題の希望を書いて、今週の金曜日までに提出ということになっているわ。ただもうそろそろ昼休みね。提出は金曜日、あさってね。それまでにまた折を見て話し合いましょう。それじゃあ時間です。このプリント、メンバー表と班合宿希望用紙ね、
金曜日までに提出してね。他に何か質問ある？どうした、桃園。言わないんだろう。班分けと席替えをどんどん進められて置いてかれて言えなくなっちゃったのか。そりゃ切り出しにくいだろうけど、でもなあ、あの子いい子だけど容量悪いんだよな。一人だけテンポが遅くって結果的に迷惑になってる。昼休みなのに学食混んじゃうの。早くして。先生のミスだけど、そういうことはもっと早く言いなさい。みんなに迷惑かかっちゃうでしょ。ごめんなさい。どうしていいか分からなくて。ごめんなさい。じゃあさっさと決めちゃおう。桃園を入れてもいいという班は？これは公開処刑だな。自分は入れてあげてもいいけど、みんなはどうかな。かわいそうだけど、勝手に手を挙げるわけにはいかないよね。嫌いじゃないんだけど、班の活動って内心に響くし、桃園はとろいし、頭悪いし、足手まといになるよな。入れてあげる。優しいよね。対等に扱うこと前提で考えてるんだから、こういう子って使いようなんだよ。
走れって言われれば走るタイプだわ。
私の消しゴムみたい。ありがとう。ダメだ、もうちんぷんかんぷん寝ちゃおうかな。